問いかけに AI が回答してくれるチャット GPT について新潟市が業務で試験的な利用を始めると発表しました対話型 AI チャット GPT AI による回答の誤りも指摘されており一部では運用に慎重な見方もありますが企業などで急速に普及していますこのような中、新潟市は今月から 市の業務で試験的に運用を始めると発表しましまた。スマートフォンと同じように最初はあのどんなふうなものなんだろうと思いますけれどもあっという間に広がっていく、まそれと同じようにあの課題はあるんですけれどもあのできることも大変多いと新潟市は広報文の案や行政サービスのアイデア出しなどで活用を検討していて業務の効率化を狙います。 一方、市民の個人情報などの入力は禁止、AI の学習機能もオフにすることで情報漏洩対策を図ります。新潟市の情報が外に漏れないようにといったことですとか、誤った回答が出てあの来ますので、そういったところはやはり今後注意してあの行かなければならないというふうに思っています。チャット GPT の試験的な利用は今月12日から年内いっぱいをめどに続け。 本格的な導入に向けて可能性を探るといいます。